吉谷の流儀ですね。流儀。今回、利益の出し方ですね。利益の出し方。まあ、ビジネスをやっていく上で、まあ、利益が出ないと、まあ、赤字ですよね。赤字。じゃあ、どうやったら利益が出るのか。これは、そもそも、利益が出るビジネスなのか、ビジネスじゃないのかっていうのが、まず大事です。で、利益が出ないビジネスで、いくら頑張ったとしても、もう結構、めちゃめちゃ頑張んないと、まあ、数増やすとかね、超大きくやっていかないと増えないわけですよ。例えば、100均のダイソーとかだったら、利益って超薄いじゃないですか。どうすか？あ、薄くないですか？じゃあ100均ってどうやってます？もうどこかしこも店舗バンバン入れてるじゃないですか。多分海外、韓国とかにもあるのかな、100均、ダイソー。だから店舗数を増やさないと利益出ないですよ。できます？ 100均を今から経営して世界規模で何百店舗あるんだ、あれ。何千店舗ありますよね、100円ダイソー。できます？無理です。個人で。で、僕そこ目指してないので、だから、まず、利益がしっかり出る。一人でもビジネスやって利益が出るビジネスを選ばないとダメです。一番一人でやっ、すみません、僕の場合一人でやるんで、従業員も雇わない。会社も大きくしない。バイトも雇わない。外注化もしない。広告もかけない。もう全く何もかけない。それで利益を最大化すると。で、そのためには僕はまあコンテンツビジネスですね。もうこれを選べって話です。で、僕はここブレないです。絶対情報ビジネスからブレないです。でね、僕いろんな見てきたんですけど、まあ情報ビジネス極めるとまあまあ儲かるわけですよ。利益率高いんで。まあ利益率まあ 90% 以上とかね。まあ普通じゃないですよね。普通じゃないです。利益率 90% とかね、ありえないですよ。まずは普通のビジネスじゃない。まあ、100% って言っても過言ではないんですけど。だから儲かりすぎると今度なんだ、なんかね、情報ビジネスってまあ世間ってあんまよろしくないですよ、今だ。まあ今後もよろしくないですよ。多分情報商材屋、そこら辺の情報商材屋、うさんくさい情報商材屋ってずっと僕は言われ続けると思いますので、全然いいんですけど、みんなあんま言われたくないですよね。言われたくないので、なんか違うビジネスやり始めるんですよね。で、違うビジネスやって、全然利益取れなくて、情報ビジネスにまた戻ってくるみたいなね。もう何人見てきたか分かんないですね。何人見てきたか。結局情報ビジネスやるみたいな。だから、僕はありがたいことに腹くくれたのが、もうこの本出したことによって、もう僕はもうこっから外れられないなっていう看板を背負っちゃったんで、ラッキーでした。もう情報商材完全バイブルの著者吉谷拓郎で出しちゃったんで、もう、これ、まあ、やめるかやめないかは自分の選択なんだけども、なんか、これで腹くくれた部分ありますね。もうええわと。何を思われてもええわっていうね。もう開き直りですね、もはや。だって本屋に、今は本屋にあんま並んでないですけど、前ね、本屋にバーンみたいに並んでね、情報商材や吉谷みたいな話じゃないですか。あ、もう後戻りできないって。もう後戻りできんと。だからもうぶち抜こうっていう。もう情報一点張り。情報、だからまあ、ね、ありがたいことに借金もね、でもそのおかげで返せましたしね。まあ親にも車買えたし、まあ良かったと思います。なんだかんだ言って。もしこれ僕、ここ選んでなかったら借金返せなかったし。だからまあ今後もずっと情報ビジネスは続けてきますし、まあやめることはないでしょうね。まあ売る頻度は変わりますけど、まあ売りますよ。だって売れるんで売り方わかるし、だから今後もずっとやりますね。だって60まで男は仕事しないといけないわけじゃないですか。普通に働いててもね、普通に働いてても60まで仕事しないといけないわけですから、まあちょっとですよね、ちょっとやればいいだけなんで、僕レベルになればね、まあ、僕レベルになると、そのちょっともだいぶ動画いっぱいありますけどね。そう、僕のちょっとはあなたの100倍ぐらいになりますけど。まあ本当ね、利益が上がるビジネスをね、しっかりマスターするべきです。マジでこれ本当にもう言っときたい。まあいろんなビジネス稼ぎ方あるんですよ。あるんだけど、本当に利益が大事なんで、これ以外大事なものないです、ビジネスにおいて。吉田さん、利益
よく利益度外視ですみたいなセリフあるじゃないですか。全然ダメですよ、あんなの。もちろんそのフロント商品として利益度外視で顧客リストを獲得して、その後バックエンドしっかりあるっていう流れ、スキームがあるんだったらいいんですけど、なんかボランティアになっちゃうんで、利益度外視です、利益度外視です、利益度外視です、どこで利益出すんですかっていう、会社潰れますよっていう話じゃないですか。無理です。なんで利益がしっかり出るっていうのは大前提にないとダメです。でもビジネスモデルによっては利益が出づらいっていうのもあります。で、あとは世の中の流れで全然売れなくなるっていうのもあるじゃないですか。例えば飲食店なんかは無理じゃないですか。だってお客さん来ないんだから。もちろんそのなんかね、弁当とかね、通販とかいろいろ、まあそのなんかありますけど、きつくないですか。だってお客さん来ないね、緊急事態宣言みたいな話だと無理じゃないですか。だからまあそう、全てのことをトータル的に考えても、もう自宅でできるし、パソコンあればできるし、カメラあれば動画いくらでも撮れるし、無料だし、ね、ランニングコストゼロだし、絶対やるべきだと思うんですよね、情報ビジネス。まあ商品売れなくても、インターネットで情報を発信してね、二つあるんですよ。マネタイズ方法が。広告と通販ですよね。わかります？広告でも稼げるわけじゃないですか。でも、情報を発信する上で、例えば YouTube0 円だし、ね、ブログも無料ブログあるだろうし、まあ、ワードプレス取ったとしてもね、ドメインが1年間で1400円ぐらい、サーバーもね、1000円ぐらいでやれば、まあ、そんなね、店舗持つより全然クソ安いじゃないですか。年間1万ちょっとですよ、ランニングコスト。ドメイン取っても。ね、店舗持ったらどうですかって話で。きついっすね。でも店舗をやってる人がいるから外食もできるっちゃできるんですけどね。ただ僕はもうコンテンツビジネス絶対いいですよっていうことを、まあ本も出してますから言い続けますけどね。絶対やった方がいいよと。はい、ということで終わります。ありがとうございます。